花の輪です。リンイエーイ、お久しぶりです。2人で撮るのやっと会えた。それなん、やっと会えたね。それなん、よしよし、やっと会えたね。よしよし、やっと会えたね。やったやった、早く食べよう。チワワ食べましょうせーの、いただきます。え、新作から飲んじゃう？うん、飲んじゃう。これ、サクラベリフラペチーノだって。いただきます。いただきます。むにょむにょ入ってる、うん、ジェリーが入ってる。おいしい、サクラ超美味しいよ、これみんな。美味しい。なんか思ったより甘くなかった。もっとなんか甘いかなと思ってたんだけど。なんかさ、桜の味ってさ、桜食ったことないからさ、わかんないじゃん。みんな食べたことないでしょ。桜かバグも食べれんちゃう。すごい。じゃあ食べまーす。半分こしようぜ。全部半分こ。うん。いただきます。いただきます。あ、ベリーだ。感想は？桜の木が頭の中で咲いた。はい、もう咲いた。花かっぱって感じ？え、花かっぱはあれじゃん。外側に入ってるじゃん。うん。でもこれは脳みその中で咲いてるの。あ、おお、それはだいぶバカになりそう。これはめっちゃベリーだわ。ケーキ？で、下にちょっとクッキー生地みたいなのが敷いてある。うん。なんか不思議じゃない？何これ、ムース、ムースもうちょっとねっとりした感じって感じ。え、でも超美味しいんだけどこれ。美味しいよね。溶ける。うん、噛まなくても食べれるからおばあちゃんにおすすめ。いや、待って、噛んでるよ。最近何してる？最近ね、映画見に行ったよ。何見た？ね、銀魂見に行ったのと、あ、花束みたいなの見たでしょ。三角窓の外側見たでしょ。ちょっとほら、ファーストラブ見た。めっちゃ映画オタクだよね。映画オタクっていう、映画好きっつか映画館が好き。映画も好きだけど、あの空間、うん、あの空間住みたい。将来映画館。ああ、最近何してた？わからない。そんな感じ。いつ暴れた？横で。いつこんなんしてたっけ？怖っ。台風起きてん。髪の毛染めたいのに染まらないの、てか。ね、どうする？なんで染まらないの？染まりやすそうな顔してるよ。顔じゃないわ、髪色。顔してるんだよ、顔してる。嬉しいかも。ピエン。違うな。ピエン。で、ピエンのカラコアの知ってる？知ってる。いや、びっくりなんだけど、何ピエンのカラコンってって思っちゃった。ね、でもマジウルウルしてるよね。うん、これ美味しい。うまいよな。なんかそれ食べた後にシフォンケーキ食べると、シフォンケーキの味が優しすぎて、口の中がね、騒がしい。騒がしい日々。ああ！どんなの食べてみようか。これ桜？桜。お。桜の味ってさ、桜食ったことないからさ、わかんないじゃん。ドラッグかバグも食べれんちゃう。食べてみる。食べてみてみて。なんかこっち食べてみるね。うん、黒いとこ取った。食べた。発汗が吹くのが歯なくなった。歯なくなった。発汗が吹くのが。あ、食感あるくない？なんかぐにゃってしてるね。おへ。え、
これもさ、かじっていい？どうぞ。かじります。これなんだっけ？え、桜の味がわかんないかな。さっき桜の木が頭の中で咲いたじゃん。桜の花まで咲いた。あー、なるほどね。あ、まだつぼみだったんだ、うん、あ、すごいわ、それすごいわ。これ、あれだよね、多分イチゴだった気がする名前。さっき桜の木が頭の中で咲いたじゃん。桜の花まで咲いた。イチゴ狩りだった。桜はまだ咲いてない。違う、イチゴが咲いたんだ今。イチゴ狩り行きたくね。行きたい。ね、イチゴ狩り大好きなんだ。イチゴ、イチゴ狩り大好き。イチゴ狩り大好き。あぶね、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 グッバイ。食った。シフォンケーキはちょっと後で食べます。うわあ、うわさめでしたい焼き食べたくなってきたかもしれない。なお、おにぎりがいいの。ガチガチしょっぱいの食いてーと。